斉藤則和から1928年11月17日は日本の医師、政治家である。同じく精神科医で歌人である斉藤も吉の養父としても知られる。属籍は東京府平民。東京の開業医として成功、ドイツ留学では医学博士号を取得した。また、一代で大規模な精神病院、青山農病院を築き、 帝国議会議員としても華麗な生活を送った。性格的には体現相互が目立ち、孫である斎藤宗吉からは後に、口先がうまく、成り上がり者で、貴族趣味の俗物と評されている。北の長編小説、ニレ家の人々の主人公、ニレ元一郎のモデルでもある。住所は東京市赤坂区青山南町。1861年8月1日。 では国村山郡に生まれた。聖火は農家で名主の家柄であった。名声は遠近に聞こえていた。斉藤文三郎の長男。1880年に上京して普通学、ドイツ語を習得すると、郷里に戻って1883年、山形県立医学校に入学し、1886年に卒業した。山形医学省を卒業した。 その後再び上京し、医術開業試験の予備校であった再生学者に学んだ。1888年、内務省医術開業試験に休大した。1888年12月、埼玉県の大宮で医療を始めた。大宮では、青木久と出会い、結婚した。1891年、東京、浅草に移って、診療所、浅草院を開業した。 同年東京医科大学に入り、1893年、あるいは1894年に卒業した。委員は大繁盛となり、1894年には2軒目の病院、東都病院を神田泉町に開業した。男児がいなかった斉藤は後継ぎを考え、同郷である山形県南村山郡の出身で、成績優秀だった少年、茂吉を、 浅草の自宅に迎えた。1905年、茂吉を当時9歳だった次女、テルコの婿養子として斉藤家の席に入れた。1900年、斉藤は精神医学の習得を志してヨーロッパに留学した。ドイツハレ大学でドクトルメジチーネを取得すると1902年12月に日本に戻ったが、帰国時の船では英国留学からの帰途にあった。 夏目漱石が一緒であった。木との船に精神科医である斉藤が同乗していることを知った。夏目の親族は、夏目が留学中に精神病を患ったのではと心配したという。斉藤は帰国後、ドクトルメジチーネ、斉藤キイチと自称するようになり、また、東都病院を精神病院に転換して、名称も帝国農病院と改めた。1907年、東京、 青山に青山農病院を設立して帝国農病院から移った。当時は一面の野原であった青山南町に建てられたこの精神病院は洋風の異様を誇り同地の名所となった。病院の隣接地には自宅を構えていた。1917年立憲声優会より衆議院議員となった。1923年には再選を目指して 選挙活動に大金を投じたものの落選した。1924年には、失火によって、青山農病院を消失、世田谷の松原村に移転して、精神病院の本院を置き、青山南町は、分院として、小規模に再建した。1927年、青山農病院で、相次いだ、不祥事によって、斉藤は、院長職を辞し、 45歳の精神科医となっていた、養子、も吉に同職を譲った。全息を患っていた斉藤は1928年11月17日午後3時、療養先であり、たびたび登留していた、熱海の旅館、福島屋において、心臓麻痺を起こして死亡した。斉藤の死亡通知書は、白爵後藤新平の名前で出された。一方、斉藤は、 複数の愛人問題を抱えており、斎藤家には斎藤の死に前後して、関係した女性らからの莫大な医者料請求が届いたという、ありがとうございます。